皆さんこんにちは、青切高校の石狩とアブリエルとエトラとラメです。さて本日は COD モバイルをやっていこうと思います。あーいいですね。FPS ができると女の子にモテるってすごい聞いたので、はいはいはい、FPS を覚えたいなと思って今回はもうやる気十分で来てます。ということでウォーゾンモバイルという新規タイトルがリリースされます。イエーイ。事前登録そしてウォーゾンモバイルの公式 X ができたのでぜひフォローしてね。来てね、来てね。ということで今日は COD をやっていくんですけれども、はい、まず最初に実際にプレイをする前に、はい、前にみんなの実力をチェックしたいと思います。聞いてないよ。ちなみにね今回、うん、エイムを良くする秘策を先生たちが用意してくれたらしいんですね。さっきろくでもないことをやらされそうだろうな。さっきやってたね、ちょっとね嫌な予感するんですけれども、はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。やなんか変なとこ来たんだけど、なんか持ってない？なんか持ってますね、なんか持たされてる。え、なにこれ強制的に持たされてんだけど。そうね。なんかどうやらね先生がねなんか丹精込めて用意してくれたらしいんです。見て、実写でしょこれ。そう実写。また実写か青切高校は。今から私たちアクスタを今から撃ちます。当てたら先生がお肉くれるんだって。お肉？そう、お肉食べたい。いいね。だから頑張って当ててください。景品射的ってことですか？あ、そう、まあ射的ですねこれ。じゃあ早速やっていきたいんだけど、はい、何発ずつっていうのをやっぱ決めちゃわないと、うん、やっぱ一生撃っちゃうんで、うん、1個につき6発だから3333でいいんじゃないですか。3発ずつにしよう。はい、そう、はい、じゃあ誰からいく。そんなまずあかり先輩のお手並み見せてくれよ、はい、見せてくれ、見せてくれ、見せてくれ。射的やったことねっつってんだろ。エイム力を見せてくれ。エイムじゃ関係ないんだよ。一発目にやってくれたらさ、うん、かっこよく決めたらモテるよ。あ、確かに。じゃあ先に裏目やってもらおうか。いやー、じゃあちょっといいっすか自分。うん、やっぱりね一番下からやってほしい。任せてくださいこんなの。いけ3発ね。あー惜しい。次次2つ目当たれ。やりたい。じゃあ次エトラちゃんで。いやエトラ一発目。一発目。あーむずいって。意外とむずいぞ。いくよ2発目。あー惜しい。本番だからね。高さがさ定まらない。えぇ、いやー惜しい。これ難しいね。え、じゃあ3発やめん。3発やめん。私もなんでやん。じゃあミエルいきます。頑張れー。いけー。頑張れ頑張れー。ここら辺かな。おぉーすごい。やったー。先生用意してる。本当にねえ、見なくなるでしょ。うわすぎる。やばい。狙い撃ちじゃん。え、ちょっとガブリエルさ面積広いから当たったんじゃないの。ここが結構難易度高いよな。むずいね。いやむずいわ。むずい。左だね。むずいでしょこれ。むずくないこれ。いけ。あー私なんですけど。いや、ちょっと前私なんですけど。ごめん、ちょっと体でかい感じしたから。いいケツだよ、今日も。そうね、ありがとう、いいケツ。やった、ということで。え、自分のやつ狙わないんですか。あ、一発あるよ。さっき一発で終わったのに。え、だって自分のやつ当たらないとご褒美ないですよ。なんでだよ、おかしいだろ。どうせばいいって言ったじゃん。レールさんはあの特上カルビで、赤い先輩は普通のカルビ。じゃあエイムも多分温まったよね。ポカポカしてる。ポカポカしたよ。はい、じゃあエイムも温まったことなので、はい、早速コールオブデューティーモバイルやっていくぜ。ということでコールオブデューティーモバイル新シーズンについてご紹介していこうかなと思います。なんか今新シーズンでルーナドラゴンっていうのがテーマで、うん、新しくスキンがね出たらしいのでちょっと紹介していこうかなと思います。はい、はーい。ルーナドラゴンってどうやら旧正月がテーマらしい。中国のやつですね。そう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 、そう今の時期、うんうん、じゃあ早速見ていきますか。はーい。オペレーターエクスポってやつでいろんなキャラ選べるらしいんで、ちょっと好きなの選んでおいてくれる。オペレーターっていうの
のがキャラクターのことですか？あ、そうそうそう、オペレーターっていうのが今下にあるキャラクターで、はいはい、武器が上ね。一個ずつ好きなの選んでみてください。私このギラギラのやつ使いたい。これゲーミングみたいなやつね。ゲーミング。あ、リエルこれにしよう。死の天使アリス。リエルのこと名前だけで決めてる。私ちょっとガスマスクにしよう。いかつ。これ武器も選ぶんですか？そう、武器も選んどいて。みんな装備した？した、はい、しました。どのモードやりたい？あかり先輩のおすすめないんですか？石狩のおすすめか。石狩のおすすめはね、サーチ&デストロイかな。あ、じゃあまずとりあえずそれ行ってみましょう。うん、うん、早速じゃあおすすめやりたい。、うん、じゃあサーチ&デストロイでやっていきましょう。はい、やっぱ破壊するの？サーチ&デストロイっていうぐらいだから。攻撃側と防衛側の2チームに分かれて試合をするゲームモードなんだけど、1回のラウンドの制限時間が2分で、攻撃か防衛の陣営で戦って最終的に4ラウンド取ったチームが勝ち。で、3ラウンド戦うごとに陣営がチェンジして変わっていくみたいな。なるほどね。同じチームで戦えんのこれ？え、さっき一緒に入ったやん。これ俺たち仲間や。これ同じパーティーだよ。あれ、あ、ぼっちかと思った。なわけねえだろ。ということで、はい、早速サーチ&デストロイやっていきますか。はい、はい、押します。はい、ビビオン舞台出ます。出ます。激弱でも許してください。しょうがないな。すみません。今日は許してやるよ。え、このステージちょっと懐かしくない？いや、ちょっと伝わらない。伝わらないんだよな。これはもう明かりについていけば勝てるっていうやつでいいのかな。石狩についてったからといって勝てるわけではない。今防衛だから A か B どっちかに散れ。あ、散れ。 OK です。じゃあ今 A にいます。 A いきます。私 B に行ってる、うん、エトラさんしか B にいない。もしかして？いや、そんなことない。いるよ。できる？エイジに倒したよーん。ナイス。いるいるいる。ピン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 あんた、え、何その茶番。あれ、これさ、道が、あ、待って待って待って、いるやついる。あ、やべし、ごめんなさい。倒された。はい、2匹、2匹やった。秒速。どこ？全然気づいてなかった。いっぱいいるよ、いっぱいいる。なんかいっぱいいる。頑張れ頑張れ。待ちな。待ちな、リロード。あ、明かりが倒してるところ見ただけ。すごい、後ろから見ちゃった。後ろだけ、ゼロ距離で撃って、こんな初心者みたいなやり方していいかって感じだった今。来た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 誰だ。誰も枕持ってないけど。誰だ。あ、って聞いた。いた。うん。ナイスナイスナイス。え、えらい。待って、後ろから後ろから来てる。え、誰も枕持っていないのに。誰も枕は持っていません。え、あれ誰も枕持っていない。何が起きているんだ。戻ってくれ。捕らえた気がするんだけど。あ、でも今倒しちゃいました。あ、ナイス。いいんだ、倒したら。やったー。そうだそうだ。あ、なんか MVP 強すぎ。やっぱ私 FPS の才能あるかもしれない。あるかもよな。次じゃあ、うん、何する？モードたくさんあるからさ。確かに。打撃になってた、なんかハードボイルドみたいなやつ。ハードボイルド。ポイントポイント。いい男が出てくるってこと。かっこいいのがね。ハードポイントね。ハードポイント。どんなやつですか？ハードポイントはね、さっきと同じで5対5でやって、うん、守るところが一定時間ごとに変わるから、うん、その拠点を取り合う。なるほどね。そのゲットした拠点を確保するとポイントがどん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 ね加算されてって、で先に150ポイントを獲得したらチームの勝利。150。うん、そう。どのくらいか言われちゃ分かんない。そう、分かんない。どのくらいか分かんないけど拠点をひたすら守る。まあ倒してください。はい、とりあえず、ね、敵を倒せばいいんですね。そうそうそう、わかりました。任せてください。任せてください。攻めは最大の防御ってやつ、はい、そうだよ。ルールはよくわかりませんが、敵を倒すことならできます。はい。ハードポイントいくよ。オッケー。船だ。うわ、
え、どうやって移動するのこれ拠点。何個も取りに行けばいいで、どこにあるんだポイントは。で、向こうの拠点も取りに行く。下行け、下行け、下、あ、下ね、下がターゲットってなってるから。どうやって登るんですかここには。これ降りたらいいですか。もう3人倒したよ。あ、そう、今やってるやってる、今うちらやってる、今やってる。もう3人倒したよ私。やり方がわからないです。今取ってる取ってる。待って、敵がいないです。おい、ちょっと石狩今頑張ってるから早く来て。みんなどこにいるんですか。下にいるんですか。ターゲットのとこ来い。どこ、ね、どうやったら下に降りれますか。ねえ、わかる。リエさんとね、ずっと二人でね、あのジャンプの仕方が分かってないんだよな。ジャンプ、あ、ね、なんか下に降りたら死にます。どうこどうこ言ってる。お、あ、いる。もう取られたよ私たち。あ、これは何回でも行けるやつなんだ。あ、そう、何回でもね、生き返ることができる。今取られてるよみんな。ダッシュしたってやつね。ダッシュしたってやつ。頑張れ頑張れ。キルした、ヘッドショット。うまい、いいぞ。いや、キルされた、ヘッドショット。変わった変わった。敵がいる。敵が取られてるよ。敵が、なんかこれもしかあ、そのカードで。そうなんだよ、さっきからね、そこの四角に人がね、いるんだよね。なんか隠れてたんだけど。いや、てかなんか四角にずっと人が溜まってて、その人がずっとやってる。そうだよね、隠れながらやってるよね、うん、それがね、ちょっと良くないですね。良くないよくないよとされているもしかして。なんかワンちゃんもいる。ワンちゃん、そう、ワンちゃんいるから気をつけてね。え、ワンちゃん倒しちゃダメなの。まあ、ワンちゃんは倒さなきゃダメだよ。あ、ワンちゃんこれ敵なんだ。アナゴでしょ。ワンちゃん、なんか痛いよマジで。痛い。誰かワンちゃん殺してくれよ。お前、そこダメだ。行くな。やばいやばい、ちょっと当たんないって、マジ当たんないって。ほんとにみんなこれをワンちゃんって呼んでるの。あ、負け、終わった。負け、多分負けました。負け、2、2対2。あ、じゃあ2しか取れんかったってこと。最後はなんかどうしようか。サバイバルサバイバルだっけ。そんなのないでしょ。適当に。なんかさ、背景が爆発してるやつがいい。ハードボイルドって言ってみたりさ。キルコンファーム。そうそうそう、背景爆発。なんかかっこいいじゃん。キルコンファームやってみるじゃん。これどういうルール、ルールはどんなんですか。さっきとまあ5対5で変わらず、まあ先に40ポイント獲得したチーム。より難しくない。さっきと違うのはポイントは敵を倒したらなんかドッグタグ落とすのよ。なんか持ち物を落とすってこと。持ち物を落として、うん、それを獲得したら1ポイント。じゃあ倒すだけじゃダメなんだ。そう、倒すだけじゃダメ。拾わないといけないんだ。そう、拾わなきゃダメ。なるほどなるほど。その間に倒されちゃったりするのかな、やっぱ。あ、全然ある。そうだから頑張ろう。倒されないように拾いつつ40個先に集めたチームが勝ちっていう。なるほど。じゃあ行きますか、キリコン。はい、はい、40点先取るぞ。オッケー、ゴリゴリ行くぜ。やだ、敵がいる。もうここ敵どっから来るか分かるからさ。奥にも行くね。あ、今ワンパパンワンワンパン。今3人キルしたよ。キルした、ダブルキル。ナイス。敵ね、今逆からリスポーンしてるよ。あ、そうなんだ。じゃあこっちから来るんだね。剥ぎ取れ、剥ぎ取るぞ。ない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 、休憩休憩休憩。誰か取っといて、しっかりやったやつ取っといて。剥ぎ取った、ナイスナイス。どこから来てる、どこ。お前誰やよお前。はい、バイバーイ。はい、失礼してと。はい。あ、石狩知る、これ石狩知る。大丈夫。ほらダブルキル。後ろ、あかり先輩がなんか後ろ後ろ後ろ、石狩が頑張って、石狩がバト持って持って。お、いるぞー。よし、キル、ナイス。でもあと2点ですもんね。あと2点。あー、これあかりか。え、ぶつけやった石狩今。仲間までやめてもらって。フレンドリーファイヤーやめてもらっていいですか。キル、上上上上上、ナイス。イエーイ、やったー、勝った。イエーイ、いい戦いでしたね。いや、いい戦いだったね。え、楽しかった、はい、楽しかった。楽しかったね。いや、楽しい。なんかね、ドローでもスキンが入手できるらしいんで、なんかよかったらみんなで引いてかん。行く行く行く、行きたい。そういうの大好き。一旦じゃあ1回目ドロー。あ、そういう感じ。ビカビカする感じね。そうだよね、ルーレット形式。そういうことからなんだ。なんかバックだ。金色のやつがさ、期間限定とかこうレアみたいな感じなのかな。なんかそうでしょうね、多分。パンダさん欲しい。もう一回押しちゃっていいっすか。お、パンダ。あ、え、かっこいい。でもかっこいいじゃん。すごいな、いかつ、かっこいい。すごい。これさ、受け取り済みってなってるから、どんどんさ、これ確定で受け取れるんじゃない、うん、やってけば。みんなで引いてみましょう、こっちも、うん、でもな、パンダな、キラキラしてるからちょっとなんかレアそうなんだよな。このなんかめっちゃキラキラしてるさ、武器欲しい。パンダ来たー。え、パンダ来た。パンダいいな、何それ。パンダドラ
ゴン、パンダドラゴンシリーズのスプレー。スプレーなんだ。これで煽られるよ。かわいい。じゃあ見てこれめっちゃ綺麗。真ん中2つだけ残ってる。私もさ金2つ残った。いやさ、ドローは満足いく結果になりました？いいえ。それはいいえなんだ。いいえ。まあね、ドローンでもこうやってねスキンとかいろんなのもらえるので、うん、よかったらみんな回してください。そして石狩みたいに沼れ。ということで、コールオブデューティーシリーズからウォーズオンモバイルという新規タイトルがリリースされます。はい、ゲームの事前登録公式 X ができたのでフォローなどよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてね、今日やったのは、うん、サーチ&デストロイ、キルゴンファーム、ハードポイントなんですけれども、はいはい、なんか期間限定モードとかもいろいろあるので、ぜひなんかチェックしていただけると嬉しいです。たくさんあるね、やってみたい、うんうん、ね、でまた現在新シーズンのルーナドラゴンが開催中です、うんうん、はい、今日ね見たように新しいスキンがね追加されていたりなど、墨絵とか世界観がねバチクソかっこいいので、はい、ぜひみんなも実際にやってみてください。詳細はね概要欄をチェックしていただければ嬉しいです。お願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、それでは大喜利高校の石狩とラメリエルとエトラとウラメでした。バイバイ。ありがとうございます。